セクシー？スカートは短いな。はい、駅着いて。なあ、クリミ、ちょっといいか。今日、時間あるか。ちょっと付き合ってもらいたいことがあるんだよ。暇なら頼むわ。サンキュー。じゃあ、また後で。なんだ、神崎。いや、なんでもないです。なんでもないなら、静かにな。いや、今のはサンデーです。うるさくしたら、めんだよ。気がついたんだけど、土曜日半丼だってこと知らなかったからお弁当作ってきちゃった。一人で食べるの寂しいし、責任取って一緒に食べましょう。半丼だってあたしに教えてくれなかったもん。当然この学校で頼れるのは京介くんだけなんだよ。なんだ神崎。私は一人寂しく食べますよ。寒い寒いテラスでね。まあそうだけどさ、あの日か。うそ。さて、なんだよ。何見てんだ。じゃあ行こうぜ。どこでもいいんだけど、じゃあ駅前にするか。腹も減ってるし。一番安いハンバーガーならな。けどさっきの話本当なのか。けど
お前らって相変わらず暑いな。それがどうした？うら！お！不快が発生しとる。ま、ロッカーを開ける時の通過儀礼みたいなもんだ。気にするな。お、晴れてるな。まあ駅前に着いてからにしようぜ。歩きながらしたいような話じゃないな。じゃあ何食うよ。いや、ただの社交辞令。ちょっと待ってろ、適当に買ってくる。さて、お前さ、最近妙な噂とか聞かなかった？知らないか、それともピンとこないか。結構広まってると思うんだけどな。そう、そんな噂が学校というか町全体に流れているんだよ。ああ、これが噂のブツなんだよ。ああ、名前はマーチ。買ったんだよ。勘違いすんなよな。これはドラッグなんかじゃないんだよ。麻生さんは薬の効果までは効かされなかったってことだろうけど。タイムトリップ。まあお前の気持ちはわかる。俺も半信半疑だしな。だから半分は本気だ。バイトに励んじゃうくらいにはな。
そうか。でもな、この薬に関する噂の確信はそういうことなんだぜ。厳密に言うとタイムトリップとはちょっと違うんだけどな。マージが可能にするのは過去への旅行だけなんで。行けないってことになってる。なんでか俺に聞かれても困るけど。まあそうかもな。貸した金だろ。もし本当に時間旅行が可能であるとするならな。もし噂が嘘だったら、まあ宝くじに外れたとでも思えばいいし。けどさ、もしも時間旅行が成功したら、この現在はどうなるんだろうな。あれって、変えられた歴史を認識できるの、主人公たちだけなんだよな。他の連中にとっては、それまでと変わらない現実がそのまま続いてるってだけで。多分マージもそうなるんじゃないかと思うけど。まあそうだから、もしもこの現実が変わったらお前に教えてやるよ。そりゃ大金出して買ったんだし。じゃあ俺は帰るわ。ん？本当だよ、買ったんだから。まあこの町にもその手の縄張りがあったんじゃねえの？もしくは新しくできたか。やっぱ気になる？お前もマジで欲しくなったら案内するぜ。夜中になるけどな、駅前にいるんだ。
通りお姉ちゃんでしょ。素直だね。どうかした？隠し事？ところで寒いよ。え、でもあれって子供の時だけでしょ。塾だよ。京介だって3年になったら同じだよ。じゃなくて、そうだよ。あれ？もしかして進学しないの？私そんなの聞いてないよ。私も行くね。行ってきます。